オイラの気のせいか？あのヒルチャール、なんだか変。まさか、あいつの体から出てる黒くて怪しいモヤモヤのせいか？この辺りって防御旅館の近くだよな。お客さんに被害が出たら大変だ。見た以上放っておくこともできないし、退治しよう。この邪気まみれのやつら、普通のヒルチャールより厄介だぞ。おい、あっちを見ろ。人がたくさん集まってる。あの仮面のやつ見たか？あいつの周りにいたヒルチャール、ショーと同じ仙人ってことか？言われてみれば、ショーも同じような仮面をかぶってたことがあるな。さっきのあいつのやり方、なんだかショーよりも仙人っぽかったぞ。話を聞いてみようぜ。礼には及ばぬ。魔を退治し世を救うは仙人の本分。言及する価値もなし。おっと、君たちは見慣れない顔だね。我が輩はてっきり信者のものかと。オイラはパイモン、こっちはオイラの仲間だ。なるほど、では我が輩も名乗るのが礼儀であろう。ゴホン、我が輩は達成革新天君。信者たちには精神天君と呼ばれている。世を救うため下界に降りてきた。ここで会ったのも何かの縁。願いがあるなら我が輩に言ってみるがいい。願い？お前、人の願いを叶えられるのか？オイラはてっきりリーユへの仙人は喧嘩だけが取り柄かと。天君は神君よりも上の戦意だからな。自分で自分を褒めるのは我が輩の心情に欠ける。信者に我が輩のことを聞いてから判断するといい。精神天君様を見たか。本当に神々し。これで父上の病もきっと。あんなものを見せられて疑う奴はいない。あれは正真正銘の仙人だ。以前寝たきりの父上のために薬を頂戴したことがあってな。不ぼくろのものとはまるで違った。薬から漂う淡い霧が何より戦術っぽかったね。無評花がついてたってのもあるかもしれないが、とにかく仙人の薬はすごいんだ。父上の病もきっと治る。父上の命と比べたら精神天君様に捧げた骨董品なんて安いものだろうな。精神天君様がいれば仙岩軍なんていなくてもいいだ。私は商人なんだが、以前仕入れた商品が非常に高価なものでな。その時精神天君様に同行を依頼したんだ。精神天君様が呪符を使ったおかげか、道中魔物の影も形もなかった。依頼費は確かに高かったが、下船も簡単なことではない。お前たち他国の人からしたら理解しがたいものかもしれないが、毎日が希望に満ち溢れている気がします。あなたたちも精神天婚約者が蒸発してから毎日がつら。精神天君様の戦法を試したんです。彼の肖像画を燃やした灰を日の出の瞬間海に吹き散らすんですが、そしたら
なんだか彼が私のところに帰ってきた気がしたんです。ですので持参金をすべて精神天君様に捧げました。だって彼が夫を帰らせてくれていなかったら、こんなお金持ってても何の意味もありま…どうだった？信者だから多少誇張してたとは思うが、全て本当のことだ。君も冗談が好きだな。昔偉大な仙人がいてな、漁師と呼ばれていた彼の言葉に、万物は全てにおいてつながっており、心理効果とはコンパクト結末を結ぶ因縁。つまり彼らの願いはすでに実現に向けて順調に進んでいる。さっぱりわからない。簡単に言うと、あいつらの願いは叶ったってことか？そういうこと。賢いな君は。そういえばもう一つ疑問が。なんだい？言ってごらん。我が輩は世を渡り、善行で世を救う。面倒事が起きないよう正体を隠しているのさ。なるほどなるほど。では二人の願いを聞こうか。それはきっと悲しい過去があったのだろう。いいだろう、その願い叶えられなくもない。ただ少し少しなんだ。先導は五星に従う。もし我が輩の意図がわからないのなら、願いを叶えることはできない。どうしよう、何言ってるかさっぱりわからない。なるほど、仙人に助けてもらうにはそれなりの対価が必要だってさっきの信者たちも言ってたな。でもオイラたち、あまりお金になるものは持ってないぞ。お前は神の目すらないし。オイラたちで美味しいものを作ってやるのはどうだ？美食の誘惑に勝てる人はいないだろう？そうだ、美味しいものを作ろう。じゃあ早速漫文集社に行って何か最新の流行レシピを探そうぜ。この五宝泉州夜叉録でいいの？ああ、釣りはいらない。あら太っ腹、感謝するわ。あいつ、なんとかかんとか神殿くんじゃないか？なんでこんなところに。さっき五宝泉州夜叉録って本を買ってたみたいだぜ。確か仙人に関する本だった気がするけど、なんで仙人が自分に関する本を買ってるんだろうな。え、そうなのか？どこが怪しいんだ？もしかして実はあいつには願いを叶える力がない？ふむ。どうやらあの本の内容を確認する必要があるな。何か手がかりになるかもしれない。買うの？買わないの？もう十分読んだ。こんにちは、五宝泉州夜叉録って本は売ってくれないか？あら、そんな古い本いつの間に人気が出たの？若い子が好きになるなんて珍しい。そこの本棚にあるから探してみて。
買うの？買わないの？もう十分読んだでしょ。これだ！早く何が書いてあるか見ようぜ。太古の昔、リーユエは正気に満ち魔にあふれていた。敗北した魔人の残骸は怨嗟をまき散らし、やがて妖魔となった。妖魔は疫病、怪異、そして変異を次々と起こした。やがて元王帝君は先人の夜叉を召集し、魔を滅することにした。彼らは誤報のため殺生し、悪を滅することを元王に誓った。しかし長い決戦の中、誤称に囚われ魔人の憎悪に染まってしまう。恐怖に支配され発狂する者、同士討ちで死に至る者、精神が壊れ魔物となる者、最も強かった5人の先週夜叉のうち3人が悲惨な死を遂げ、1人が行方不明となった。幾千年の時を超え生き残ったのは高魔大聖ただ一人。そして彼の姿を覚えているのは、幸運閣に照らされる月明かりと敵歌集の笛吹きだけとなった。これはリーユエを守っている先週夜叉たちに関する本みたいだ。なんだかリーユエにある歴史書じゃあまり見ない内容だな。何？お、夜叉は全部で5人いたけど、今生き残ってるのは1人だけだ。ひょっとしてあの天君と何か関係が？でもどう考えてもあいつじゃなさそうだな。こんな苦痛あいつには耐えられそうにないぞ。本の中では魔人の怨嗟と千年争った夜叉たちですら誤称に陥るって書いてあるぞ。魔人の怨嗟に汚染された夜叉が考えもつかないような恐怖、不安な苦痛に苦しめられる。リーユエを千年も守って見返りがない上にこんな苦痛を味わうなんてかわいそすぎるぞ。本に書いてあるのは、魔人戦争時期に敗れた魔人の怨嗟が疫病や怪異や変異を生み出すとかなんとか、どれもヤバそうな災難だぜ。あ、もしかして前に見た全身邪気まみれのヒルチャール、もしかしてこの本に書いてある変異じゃないか？お、この本の大事なところはもう全部見たな。あの邪気を帯びたヒルチャールの正体、それにあの天君と夜叉の関係がこの事件の要だと思うぞ。もう一回現場に戻って確認する必要があるな。霧に包まれた謎を明るい真実で照らしてみせるぜ。実はオイラ、あいつが本当の仙人であってほしいんだ。だってあいつの魔を退治する力は本物だったからな。でも期待が大きいほど失望も大きいから、事前に調査する必要があるだろう。じゃあ防御旅館にもう一回行ってみようぜ。我が輩に従え、悪鬼退散。退散。早く退散を。ベルニー、ベルニア、ベルニア。しまった、天君がなんかヤバそうだぞ。近くに人もいるし、オイラたちも加勢しよう。召喚化粧。
そんな禁忌滅却の札が効かないなんて、ヒルチャールのまとってる邪気がまた強くなったのか。禁忌滅却の札、なんかどこかで聞いたことある。そうだ、それだ。仙人の目印だから、きっと仙人の力が残ってたんだ。あれを使って魔物を退散させてたのか。え、君たち何を言ってるんだ。これはただ昨夜眠れなくてだな。戦力がまだ目覚めていないだけだ。もう一度チャンスをくれれば。また邪気をまとったヒルチャールがそっちに行ったぞ。今度は任せてもいいか。我が輩は体調が優れない。さっき戦力を使いすぎたせいかもしれん。そうでなければこんな夜間ごとき。チェ、やっぱり嘘つきだったのか。見事に当たったな。旅人、オイラたちで追いかけよう。元素資格を使えば追跡できるぞ。お前たちか。お前たちのことはよく覚えている。ここ一帯で。あれ、なんだか素直になってないか。ここで妖魔退治してたのか。邪魔なんかじゃないぞ。この魔物が変異したのも我を取り巻き我を汚染する合掌の仕業だ。変異合掌、あれ、もしかして。確か章には御法夜叉っていう別名があったよな。そういうことだったのか。かわいそうな章。うん、ああ、数百年前のくだらない物書きが書いたザレ言か。諸行無常、一切皆苦、同情と涙は夜叉の意志には必要ない。我の亡き同志たちも後世に語られるために戦ったのではない。ごめんなさい。構わない。まだ邪気が強くなってきている動点がある。もう行く。オイラたちも連れてってくれ。絶対役に立つから。必要ない。我は一人で行動する方が好きだ。それに変異の原因が我であっては。さっきのお詫びに。ダメか。ついてこい。じゃあずっと長い間合掌の苦しみに耐えてきたのか。苦しみは代価、接合を犯した償いだ。覚悟はできている。ただここ数年合掌が溢れ出し、聖者にまで害を加え始めた。我は反省しなければならない。ここの邪気はなんだか身の毛がよだつぜ。西洋ナブを使いここの合掌を断つ。平常心を保つことに集中しろ。魔人の邪念に飲み込まれるな。消えろ。西洋ナブ、
者に与えられた力なのか。そういえばショーは魔物の前でだけ仮面をかぶるけど、あの達成革新天君はいつも仮面をかぶってるよな。達成革新天君、そのような名は聞いたことがないが。恥知らずの嘘つきだよ。この話はまた後で、まずは戦いに集中しよう。妖魔に疲れた奴がこんなに、少しでも遅れてたら大変なことになっていた。さっきお前たちが言っていた達成革新天君とは何者だ。オイラが説明しよう。願いを叶える仙人などに騙される人がいるなんてな。仙人であるショーには願いを叶える力ってあるのか。昔のリーユエには老せずして得ようとする者はいなかった。数千年前のリーユエの民が必要だったのは自分たちの住むところを守る力。でも今の時代の人々にとっては願いを叶える仙人の方がいいんじゃないか。この時代がどれだけ軟弱であろうと我とは関係ない。我は帝君の意志に従うのみ。オイラまた間違ったことを言ってしまったみたいだぜ。そうだ、あの偽仙人は禁忌滅却の札っていう魔を退治できるものを持ってたんだ。そんなもので退治を愚かな。消さずして退治など通りで全てここに集まるわけだ。このままでは我の手に負えなくなる。禁忌滅却の札をそいつの。やっぱりオイラの仲間だぜ。オイラもそう思ってたんだ。オイラたちを騙したあいつを懲らしめてやらないと。ちょうどこっちには正真正銘の仙人もいるしな。ショーが手を出せばもう二度と仙人を名乗れないと思うぞ。いや、我が撃つのは妖魔のみ。人は殺さない。いや、殺すとは言ってない。確かにそいつが悪行をやめればリーウェにとっても有益なことだ。我に無誘諸教法という術がある。本来は眠りについた魂と体を引き離すのに使うが、これを応用すれば他人の魂を呼ぶこともできる。おお、これが本当の戦法か。これを行うには儀式をする必要がある。悪いが香炉を一つ、七星灯を七つ、それと温度を下げられるものを少し用意してくれないか。湿度を下げられるもの。あ、でも香炉と七星灯はそこら辺に落ちてるものじゃないよな。天光山南部の道路脇に夜叉石像が2体あるのは知ってるか。リーウェの先住民がその近くに寺を建て夜叉を祀っていたんだ。そこでなら祭事に使われていたものが残っているかもしれない。全てが揃い夜が来たら夜叉石像で我を待て。やり方を教えてやる。商売。川の流れに乗れば魂も揺らぐ。浮世を仰ぐ扇子のように。うわ、ごめん邪魔しちゃったか。これはこれは珍しい。神殿に来ても仙人を求めず神も拝まない。欲しいものは香炉と来た。無礼なのは承知だ。本当に少し借りるだけだから。無誘諸教法の儀式に使うんだろう。なんで知ってるんだ。私がこの寺にいる時間は君たちの想像をはるかに上回る。誠意が届いたからだろうか、先方にも少し心得がある。あ、そうなのか。まあまあ持っていきなさい。人のために善行をなすのも
工事の一つだ。もともとこの地に残っていても意味はなかったからね。よいよい、遠慮するな。このコーラ良さそうだぞ。少なくともこの寺ほどボロボロじゃない。コーラの後は近くにある七星塔を集めようぜ。あれ、いないぞ。さっきまでここにいたのに。物を取ったらすぐに帰ると思っていたが、まさか私のことを気にかけてくれるなんてな。あ、さっきの人の声だ。おーい、どこにいるんだ。私の体は千年も前にとっくに消えている。君たちが先ほど見たのは不正流刑法によって作られた幻影さ。たった今君たちが不正流刑法に使っていたコールと七星塔を持っていったからね。必然的に私の姿も消えたのさ。それもあながち間違いじゃない。千と木は紙一重の存在だからね。私はもともと夜叉の一人だった。岩王帝君が授けてくれた名は道尺。数千年前に力が及ばず戦死した。今日は私の命日でね。現代のリーウェイがどうしても見たくて、武作法ながらもこの術を使ったのさ。ところで君たちは高魔体制のところから来たのかな。知り合いだったのか。君たちから彼の気配を感じてね。そうか、数千年も経つのに彼はまだあの苦痛に耐えているのか。自分が恥ずかしい。そんなこと言わずに。道尺さんだってリーユへのために命を捧げたんだろ。命は大切なものだが、コーマ体制が追っているものに比べたら死すら安らぎとも言える。道尺さん。すまないね。誕生日は楽しく、命日は悲しくなんてね。不正流刑法の効力もあとわずかで終わる。二人とも達者で、ついでに彼によろしく言っておいてくれ。はあ、もう一度チコ魚焼きが食べたかったな。チコ探しに海潜り、帰って再び夜が狩る。あ、もう完全に消えたのかな。道尺って夜叉がいたこと人々にも知ってもらいたいな。そろそろ行こうぜ。後で時間が空いたらまたここに来て証拠をあげよう。儀式に使う道具は揃ったか。この香炉と七星塔、まるで先方のためだけに作られたものみたいだ。一体どこで手に入れたんだ。道尺さんがお前によろしくって言ってたぞ。道尺、あいつだったのか。確かにあいつらしいな。道尺もやはりリーウェイを放っておけなかったんだろう。今のリーウェイを見て彼が安心できていることを願おう。では今から儀式の準備をする。航路を真ん中に、七星塔はその周囲に散らせ、極寒のもので点を結ぶ。準備ができたら我を呼べ。うん、それでいい。そしてここからが無誘諸行法の鍵。この術には4つの過程がある。剣舞、瞑想、呪文、厩舎。あれ、そんなに面倒なのか。この戦法は絶雲の仙人が千年かけて悟り手にしたもの。その奥深さを軽んじてはいけない。さもなくば自身が飲み込まれ、魂が体から離れて戻れなくなる。ごめん、また間違ったことを言っちゃったみたいだ。
剣庫、すなわち航路の上にお香を一本、岩王帝君への敬意とする。瞑想、すなわち一切の雑念を遮断し、術の対象を脳の中に具現する。呪文、すなわち呪文をこう唱える。帝馬夜叉、三子往来。九叉、すなわち二体の夜叉彫像に一子放ち、私益の契約とする。すべてがつつがなくいけば、少し経った頃に、あいつの魂がここに現れる。質問がないなら、さっさと始めよう。それから瞑想だ。あの嘘つき野郎の姿はあまり思い出したくないけどな。まあまあだな。後のことは任せろ。お前たちは歓迎の準備でもしておけ。ここは、ん？君たちはなんだか見慣れた顔だな。どうなってるんだ？体が軽い。ふわふわで重さを感じない。死んでる。そのバカな。我が輩は防潮旅館で気持ちよく眠っていたはず。そうか、うん、なるほど。さすが我が輩。我が輩はきっと夢を見ているんだ。おいおい、本当にどうしようもないやつだな。これじゃ意味ないんじゃないか。ほう、何をする気だ。我が輩の夢の中で我が輩をどうしようと。よし、お仕置きだ。何？しっけな。我が輩の信者はどこへ行った。やめてくれ、痛い。ストップストップ、わかった、もうわかったから。痛い。信じる、信じるさ。魂、どれだけ運が悪かったら君たちという壁にぶつかることになるんだ。大仙人様、どうかお許しを申しませんから。オイラたちは仙人じゃないぜ。魂を呼んだのはオイラたちだけど、本物の仙人はこっちだ。仙人を偽り民を騙し、妖魔も駆除せず、皆の安否にまで影響を与えた。そのまま行けば必ずや地に落ちていたであろう。私は、あなた様は。ショーのオーラに飲まれて喋れなくなってるぜ。なお、仙人様の名を聞いてもよろしいでしょうか。あなた様が、本当にあなた様が、あの、まさか一生のうちに高魔大聖ご法夜叉ご本人様に会えるとは。ショーのことを知ってるのか。もちろん、逆に知り尽くしています。私のおじいさんが民族学者で、小さい頃から高魔大聖の話を聞いてきました。今でも夜叉に関する書籍をしきりに集めています。しかし、おじいさんの遺物から金金滅脚の札を見つけてからは、
はじめは仙人を真似るのが好きなだけでした。しかしそんなお遊びも時間が経つにつれ、ますますと。そうだったのか。じゃあ、お前はショーのファンってことだな。駒大生に会わせていただけたこと、ありがたき幸せ。私は、オイラたち、そこまで考えてなかったけどな。今日、これを機に、駒大生様の前で、今後一切の悪行をやめ、平穏に過ごし、仙人様の名誉を傷つけないことを誓います。その制限、しかと受け取った。ありがとうございます。ご慈悲に感謝を。今までリーゆえにしてくれたことにも感謝を。あいつの最後の聖言、なかなか誠実だったな。これでもう悪さはしないと思うぞ。そうだ、近畿滅却の札の回収がまだだったな。オイラたちに任せろ。明日の朝、防御旅館に行って本人から回収するぞ。達成革新天君っていうやつがここにいるって聞いたんだけど。達成革新天君、あの仮面をかぶった偽仙人のことね。彼が宿泊名簿に書いた名前は平安よ。もう部屋を出たわ。一人で山や川を旅するとかなんとか。そうだ、もし言葉を話す洗礼を連れた人が来たら、この封筒を渡すよう預かってるの。言葉を話す洗礼？誰のことだ？彼が言ってた旅人はあなたね。はい、これを。手紙を残すなんて新手の詐欺じゃないだろうな。とりあえず開けてみようぜ。すごく気になるぞ。あ、手紙と一緒に何か入ってるぞ。久しぶりにこんな素直な悪人に会ったぜ。そうだな。あ、そうだ、早く近畿。やっぱりここにいた。近畿滅却の札は回収したから、ショーが預かっててくれ。ご苦労。お客様、ご注文は何になさいますか？チコ魚焼きを一つ。かしこまりました。少々お待ちください。あれ、今回は杏仁豆腐じゃないのか？ショーにしちゃ珍しいな。これは道尺が生きていた時に好きだった食べ物。ただどんな味がするのか気になってな。ああ、そっか。チコ探しに海潜り、帰って再び妖魔狩る。まだ何か用があるのか。我は一人で食べる方が落ち着くんだが。そうだな、オイラたちは心で静かに離れよう。
ちらへどうぞ。次の仕事は？あと少しで回答祭ね。今年は旅館に飾り付けをしようかしら。知らない？その年の最初の満月の夜がリーユへの回答祭よ。それは英雄を祀るための祭典。夜になると人々は小塔と名称の塔を夜空に放つの。明かりには薪が尽きても火は伝わるように、美徳は永遠に消えないという意味が込められているわ。私たちは夜の海に輝く明かりが英雄の魂を故郷に導くと信じているの。おー、すごく盛大な祭りなんだな。それなら美味しいものもたくさんあるよな。オイラの言いたいこともちろんわかるだろう。あなたたちも回答祭に参加するの？回答祭当日まではしばらくお祭りは続くわよ。この期間中に人々は祈祷を捧げたり厄払いをしたりするの。リーユもし参加したいのなら今からでも間に合うわよ。それともし行くのなら、その試しに将様も誘ってあげてくれないかしら。将様と私たちはそこまで親しい間柄じゃないから、ちょっと声をかけにくいの。うん、今声をかけに行くのはあまり良くないような。そうなの？ならいいわ、ちょっと行ってみただけなの。ほら早くリーウェ校に行ってきなさい。遅くなると人がみんな集まってくるわ。そうなると遊ぶのも大変よ。早く行きなさい。回答祭を楽しんでおいで。そこのお嬢ちゃん、その隣に浮かんでいるチビはいくらで売っているのかな？いくら積まれても売られる気はない。確かに最近は懐に余裕がないからあまり出せないかもな。何せ普通の商人だ。珍しい宝物を売っているわけではない。なんか怪しいぞこいつ。そう言わないで。そうだ、飴食べる？こいつは信頼できるやつだ。そうだ、君たちも回答祭目当てでリーウェに来たんだろ。今年の名称の塔はとにかくすごい。巨大な塔を浮かせるために使った浮上の石はここ20年で最も大きいものだ。神話に出てくる雲の中の城が本当に実在していたら、きっと同じぐらい大きな浮上の石がくっついているんだろうな。なんかすごそう。ようこそリーウェイ。リーウェ校の代表としての言葉ではないが、少なくとも私の店はいつでも君を歓迎するよ。はっ。屋台がいっぱいあるぞ。こっちもあっちも。ついていきます。ちゃんちゃんはね、今ぬいぐるみを寄付したよ。昨夜空を飛んでみたいってあの子に言われた夢を見たから。だからそこのお姉さんにあの子を渡したんだ。ちゃんちゃんはいいことしたかな。回答祭はみんなの願いが叶う日でしょ。
今年の名称の塔のデザインは異常動天神君か。見栄えを気にするあやつが喜びそうじゃの。鹿の角をもっと大きくしてくれるといいんじゃが。何、その角には岩王帝君の力が込められておって、リーゆえで最も固いものだった。しかしあの決戦で山が崩れそうになり、彼は麓にいた人々を守るため、自ら角を切ってくれと友人に頼んだんじゃ。彼は切り落とされた角を支点にして山を支えた。彼自身も最後の一滴の血が流れるまで戦ったんじゃ。今になってもなお彼の角に支えられた天光山は高くそびえ立っておる。そして彼が戦いで流した血は碧水川となった。信じてくれるかどうかは別として、この話を聞いてくれただけでバーヤは満足じゃ。怪盗祭が今もあり続けているのは、あの旧友たちが寂しがり屋だからかもしれないの。さようなら、オオコライコン。美徳の精神が続かんことを。材料、浮上の石。この小一はそのために作られたものだよ。誰？名称の塔の建設進捗統計を担当している公衆だ。君たちは最近リーウェに来たばかりで、怪盗祭を見るのも初めてかな。そうだけど、どうしてわかったんだ？去年は変わったマスコットを連れた旅人なんていなかったからさ。怪盗祭で人々が飛ばす小さな帝塔が小塔で、リーウェのみんなが共同で建設した巨大な帝塔が名称の塔だよ。小一の屋台はリーウェの各商会が年に一度、お金のためではなく名称の塔を建設するために開いたものだ。じゃあ小一には美味しいものもたくさんあるのか？もちろん。私に言わせれば、怪盗祭はリーウェの美食を味わう最高の機会だ。これはリーウェの一年のうちで最も盛大な祭りだ。怪盗祭で自分の技術をみんなに披露すれば、評判もかなり上がるだろう。だから金にはならなくとも、各商店は全力を出し、怪盗祭で己の技を競い合うのさ。リーウェ人はいろんな面ですごいんだな。まだ何か聞きたいことがあったら、怪盗祭の責任者であるボーガさんを探してみるといい。ボーガさんは基本小一のあたりにいる。彼女に聞けばいろいろと教えてくれるはずだ。そいつはどの店の料理が一番おいしいのかも知ってるのか？当然さ、ボーガさんは怪盗祭の全てに詳しいからね。わかった。早く小一に行ってそのボーガさんを探そう。それで一番おいしい屋台でお腹いっぱい食べるんだ。はい、こんにちは。何か用かしら？あなたの格好、リーウェの人じゃないよね。旅人かしら？小一へようこそ。責任者とも言えないわ。
怪盗祭はリーウェ全体の祭りなのだから、誰かが責任を取るものでもないもの。私はただ細かい部分を管理して怪盗祭をもっと盛り上げているだけよ。超一で一番美味しい屋台はどこなんだ？一番？それぞれに特徴があるからはっきりした答えは出せないわ。ただ一番人気の屋台なら知っているわね。疑念の屋台よ。あそこに並ぶ人がもう少し増えたら、千眼軍に行列の整理をしてもらう予定よ。行くなら急いだ方がいいわ。人が増えて道が埋め尽くされる前にね。そうだ、疑念のところに行くのなら、ついでにこの書類を彼に渡してちょうだい。これは我々総務士が昨年の怪盗祭のデータを元に作成した各商店への経営提案よ。どうせ行くのならついでに手伝ってくれる？戻ってきたらお礼としてちょっとしたプレゼントをあげるわ。ついていきます。怪盗祭名物しこ魚焼き。人手が足りないな。もう少し人を連れてくるべきだった。ここはどんな美味しいものがあるんだ？お客さんかい？メニューはこっちだ。メニューにあるものもないものも何でも作れるからね。わあ、それじゃあ、小さな屋台だけど何でもあるようだな。当然さ、僕に作れない料理はないからね。さ、早く注文して。また今年も来たか。経営提案なんて、僕は料理の味以外で勝負する気はないのに。まあいい、書類をくれる？後で薪代わりにでもするよ。さ、食事しに来たのなら注文してくれ。こんなにメニューがあるなんて、これも美味しそうだな。あ、こっちも食べたい。あれ、チコ魚焼き？あ、これ確か道塾が好きだった料理だよな。うん、怪盗祭が英雄を祀るための祭りならこの料理にしよう。これであいつを偲ぶんだ。なかなか見る目があるな。うちの看板メニューをいきなり当てるなんて。少し待っていてくれ、すぐにできるから。はい、注文してたチコ魚焼きだよ。味は美味しい。お前の最高の仲間として当然のことだ。ゆっくり食べてくれ。僕は次のお客さんを対応しないと。まだ何か食べたかったらいつでも注文してくれ。おかえり。どう、記念の料理はなかなかだったでしょう。すごく美味しかったぞ。そう、去年もそんな感じだったわ。私たちの提案通りに広告を出してくれれば売り上げがもっと増えるはずなのに。まあいいわ。ほら、さっき言ったプレゼントよ。この小灯をあげるわ。おー、すごく綺麗な明かりだ。これ編み方は私もうまく説明できないわ。もし小灯に興味があるのなら軽妙に聞いてみるといいわ。彼は小灯と名称の塔の責任者よ。あのすごく大きい明かりもその人が担当しているのか？ええ、彼はその辺にいるだろうからすぐに見つかると思うわ。小灯を編んでショーにプレゼントしたら少しは喜んでくれるかも。早くケイミョを探しに行こう。次の仕事は？リーウェの人は？このペースなら間に合うだろう。小灯の編み方？おや、君の格好この土地の人間じゃないね。
小刀にはいろんなタイプがあるからな。うん、一番簡単なものの作り方を教えてあげよう。ちょうどここに材料があるんだ。おっと、この材料はまず処理を施す必要があったな。まずはこれで試しに作ってみてくれ。頭がこんがらがるぞ。こんなに複雑だなんて。お前は覚えたか？はじめは難しいかもしれないが、数をこなせば慣れるさ。君たちのように小刀の編み方を覚えたいという人はもうそう多くない。あの超巨大な名称の塔もこうやって編んで作ったのか？あれか、あれも編んだと言えるだろう。だが一人ではなく、リーウェにいる全てのものが一緒に編んだんだ。リーウェにいる全てのものが？君も知っているだろう。小一の商店がこの妙正の塔を建設するためにここに集まっているの。なるほど、名称の塔は毎回商店の力を借りて作られてるのか。これは怪盗祭の伝統だ。必要な費用は主に総務士からの寄付金だが、材料やその他諸々は全て一般の人々が寄付したものだ。あ、この前の女の子、自分のぬいぐるみを寄付してたよな。ぬいぐるみも名称の塔の建設に使えるのか？それは、怪盗祭は大きな祭りだ。みんなが名称の塔の建設に参加したいのなら、何を寄付したとしても基本全て受け取るようにしている。思いが込められているからな。何せ盛大な祭りだ。参加することで祝福を受けたいという人もいるだろう。おっと、君たちは怪盗祭を楽しみに来たのだろう。引き止めてすまないね。また小刀を編みたくなったら私のところに来てくれ。怪盗祭を楽しんでくれよ。よっよっ、次の仕事はどう？奇妙は見つかった？見つけたぞ。小刀の作り方も教えてくれた。複雑すぎて全部覚えられなかったけど。大丈夫よ。覚えきれなかったらまた奇妙に小刀の作り方を聞きに行けばいいわ。よし、私はそろそろ仕事に行かなきゃ。怪盗祭を楽しんでね。